電子レンジで青ネギのヌタを作ろうと思います。ちなみにこのヌタって沼田、沼地のことですね。あれから来てるらしくて、味噌とお酢のタレがドロッとしてて沼地っぽいから沼田からヌタになったらしいんですけど、このセンスもなかなかですよね。食い物に沼地ってつけるか。でネットで調べた作り方が、材料が青ネギお好きな量、味噌適量、お酢適量、砂糖適量、お好みでイカが適量で、からしが適量で、ごま少し。もう完全にふざけてますよねこれ。作り方が、青ネギを切って茹でる、で調味料合わせて完成ですね。この適量をちょっと知りたかったところはあるんですけど、ここは自分の裁量でどうにかせよっていう話ですよね。イカはとりあえず消しましょうか。ヌタのあの青ネギと味噌の合わさったやつが食いたいだけなんで、とりあえずイカをアウト。あの売られてる食料品の原材料って内容量の多いものから順に書かれているらしいんですけど、多分こういうレシピもそういう節があって、重要なものから順番に書かれてるんですね。で、味噌、お酢、砂糖、からし、ごまの順番で書かれてるんで、味噌が一番多分重要で、量的にも多くしといた方がいいと思うんですよね。お酢と砂糖ってだいたい2対1なんですよね、僕の経験から言うと。なので砂糖を 0.5 で、お酢が1となると味噌が1以上になるんですけど、まあ 1.5 にしましょうか。で、からしは砂糖より少ないんで 0.2 で、まあ青ネギは切って、茹でる部分が温めですよね。3いったらしなしななるんで2か、まあだけど生でも食べれるやつなんで 1.5 なので、最終的な作り方が、材料が青ネギ1袋、味噌 1.5、 お酢1、砂糖 0.5、 からし 0.2、 ごまが少しで、作り方は青ネギを適当に切ってボウルに入れて温め 1.5 分、調味料をすべて入れて混ぜて、最後にごまを振って完成ですね。調味料の量は次回以降に、まあお好みに合わせて増やしたり減らしたりすればいいと思います。適量なんで。じゃあこんな感じで作ります。エンター。
それではいただきます。ちょっと味噌が多かったような気もするんですけど、まあネギはちゃんと火通ってるっぽいんでしなっとしてますね。まあ生でも食べれますかよ。それではいただきます。うん、うまい。あー、からし効いててうまいですね。まあ味噌もちょっと外しながら食えば全然食えます。これなんかタコとかイカとか、タコとかイカとかの海鮮系を混ぜても絶対美味しい感じがしますね。うん、うまいうまい。味噌は大さじ1でもよかったような、そうでないような。うん、からしはピリッと効いてて、これはつまみには最高ですね。